激動の香港。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は香港の問題を見ていきたいと思います。歴史から現在のデモまで見ていきたいと思います。さあ、香港はこちらにございます。香港は中華人民共和国香港特別行政区っていうのが正式な名前。香港島と九龍半島からなる島々なんですよね。香港の歴史をサクッと見ておきましょう。1840年にアヘン戦争が勃発するよね。イギリス VS 清なんですけど、イギリスのオラオラの時代です。産業革命に成功して間もなくです。イギリスと清の貿易摩擦の結果、アヘン密輸貿易から発生した戦争です。結果的にはイギリスの清に対する侵略戦争は圧勝ということになるわけです。そして1842年には南京条約が結ばれて、香港とこちらですね、これが1842年にイギリスに永久割譲されていくわけです。その後、1856年から60年、アロー戦争です。こちらはイギリス・フランス連合軍 VS 清ということです。アヘン密輸船、アロー号への清の立ち入り検査をきっかけに起こったイギリスの言いがかり戦争なんですけど、こちらもイギリス・フランス軍が圧勝していくわけです。その結果、1860年、北京条約というのが結ばれて、九龍半島が1860年にイギリスに永久割譲されるわけです。香港島と九龍半島はイギリスのものになるよね。そうしたら上のところの深海と呼ばれる場所、左も深海なんですけど、こちらの部分が明治時代に欧米列強による中国が割譲された時に、1898年、99年イギリスが借りることが決定するんですね。香港、九龍半島は永久割譲だけど、深海の部分は租借、借りたんですよ。よって深海にはあまりビルがなくて開発されていないんです。香港島と九龍半島南部はすごく栄えているんだけどね。あくまでの深海の部分は借りているから発展していないということですね。香港はイギリス式の自由な経済で発展していきます。中国共産党の政治は嫌だということで逃れてきた人たちがお抱え国家を連れてきたと言われているので、非常に食文化が発達しています。香港は美味しい食べ物がいっぱいあります。さらには免税、デューティーフリーということで経済も発展していくわけですね。日本企業は1400社、在留日本人は2万5000人いると言われています。日本人が世界に住んでいる都市で第9位の人口になりますね。2019年に香港に旅行に行った日本人の延べ人数は229万人で、香港の人口は750万人だから、かなりの日本人が旅行に訪れたというのがわかりますよね。香港にはディズニーランドもあるしね。1997年には香港が中国に返還されます。これなんでやねんっていう話ですが、清海の租借期限は99年でしたよね。返還期限がやってきたんです。それに対してイギリスが期限延長はできないかなって中国に言ったんですが、中国はこれを断固拒否します。この租借していた清海を返還してしまうと香港自体が使いにくくなるということ、そして第二次世界大戦後の武力衝突を避ける風潮があった、過去の植民地の利権を主張するのは NG という風潮があったので、香港がイギリスから中国に返還されることになります。ただし香港の人たちは中国共産党の管理下になるのは嫌だ、自由だ、民主主義だって訴えるわけですよ。社会主義体制を取る中国が当面は香港の資本主義経済や独自の政治制度を認めるという形を取ります。これを一国二制度と言います。経済的に良かった香港をもらったので失いたくない、なのである程度香港に自由を認めたということです。ただし全てを自由にするのではなくて、選挙は選挙委員しか投票できないというシステムにします。こうなると民主主義ちゃうやんけって話なんですが、当時の中国の実質的トップだった鄧小平は大丈夫だよと、期限はこれ50年だから、一時的にやるだけだからというふうに訴えてきたわけですよ。香港としても中国とは経済的につながっていたいし、言論と経済の自由があるならということで渋々了承していくわけです。ところが2010年代からこの人が中心になっていって怪しになっていくんですよね。2012年には愛国教育の必修化というのが実施されます。小中学校で共産党は素晴らしい政党だということを教えようとしたんですよね。この愛国教育は洗脳だと反対するデモが起きて、ハンガーストライキというものが行われたりするんですが、その先頭に立っていたのが当時高校生だった江志芳さんと周庭さんです。この写真は日本のメディアの取材に堪能な日本語で答える周庭さんと江志芳さんです。周庭さんは香港民主化の女神と言われます。デモが激しくなっていって、香港政府は愛国教育の必修化を撤回していくことになります。続いて2017年から導入されることになった直接選挙。やった、民主化が始まった、直接選挙が始まったということで、もともとは選挙委員が投票するシステムでしたね。これが大きく変わって直接選挙になったんですが、次は立候補する人が決められていますよっていう状態です。立候補者は指名委員会から指名された共産党の息のかかった人しか立候補できません。なので投票権を獲得したからといって、この指名委員会から立候補した人しか選べないなら一緒じゃねえかっつう話でしょ。
この直接選挙のシステムに対して2014年雨傘運動が発生します。デモを鎮圧するために催涙弾などを使う警察に対してデモ参加者が雨傘で対抗したことからこの雨傘運動って言われるんです。香港警察は強制排除の際に抵抗したとしてデモ参加者を次々と逮捕していきます。要求は拒否され運動は挫折していくんですね。なんでこの雨傘運動は失敗に終わったかって言ったら、香港のトップは指名委員に選ばれた共産党の人物、この共産党の人物がこの運動を認めてしまったり要求を飲んでしまうと習近平から何されるか分かんないですよね。香港のトップの方も必死なんです。なのでこの雨傘運動は徹底して鎮圧されていったわけです。穏健な民主化運動への反発が強まり、暴力を許容する過激勢力が誕生していくことになります。さらに2015年には書店員失踪事件というのが発生します。中国共産党に批判的な出版物を置いていた本屋の書店員が失踪するという事件が発生するんですね。あれ、香港は言論の自由があったんじゃねえの、書店員がなんで次々に失踪するの。香港で拉致されて中国本土で8ヶ月にわたり拘束されていたドラワン書店の林英輝店長は釈放されてから香港で会見、自殺しないように歯ブラシを自由に使えなかったなど24時間中国共産党の監視下にあった拘束状況を赤裸々に語っています。実際に中国が拉致をしていたというのが発覚したんですよね。正直言って中国やりすぎですよね。そんなさなか2019年逃亡犯条例改正案というのが出されます。ある事件が発生するんです。香港人男性と交際中の香港人女性が2人で旅行先の台湾に行きました。ここでトラブルとなって男性が女性を殺害してしまいます。男はこの殺人事件を起こしたまんま香港に戻りました。台湾と香港の間にはこの殺人犯をどうするかという規定ルールがなかったので、この殺人犯は台湾から逃れることに成功します。よって台湾当局による殺人罪での訴追を免れたんですが、別件で香港でも犯罪を犯していたため別の罪で服役することになるんです。そこで香港政府は逃亡犯条例改正案というのを立案していきます。男の身柄を台湾に移送するっていう方針を発表するんだけど、その中で移送先は台湾を含む中国だと表現します。ということは何が発生するかって言ったらね、香港でトラブルが起きた場合中国本土に送り込まれる可能性があるということです。この改正だと中国本土への引き渡しが可能だろうがということでデモが発生。2019年香港で大規模デモが発生します。2014年の雨傘運動が鎮圧されたということでデモが非常に過激になっている。2014年の雨傘運動では警察官は87発の催涙弾を撃ったんですが、このデモは過激になっていたので警察も過激になる。1万6000発もの催涙弾が放たれています。逮捕者はなんと6000人、うち2400人が学生で未成年や小学生もいたと言われています。このデモでは警察は高校生に実弾を発砲し一時渋滞に陥るなど非常に大きな問題になりました。アジアを代表するハブ空港、香港国際空港が2日連続で機能不全に陥ってデモ隊は香港経済の生命線を人質にとって国際社会へのアピールを強めます。俺たちは中国人ではない、香港人だ。さすがにこのデモを受けてですね、当時の香港行政長官だったキャリー・ラム氏は改正案の撤回に応じると表明したんですが、デモは長期化していきます。人民解放軍を深圳に並べてデモはテロ行為だと脅しに入ります、中国はね。そして2020年、香港版国家安全法というのが制定されます。国家を分裂させる行為、政権を転覆させる行為、テロ行為、外国や本土外の勢力と結託して国家に危害を加える行為、これを全て禁止するということです。具体的に言うとネットの規制、デモの禁止です。この2つをした場合国家安全法が適用され逮捕されてしまうわけです。現在もコロナの状況でも戦ってるんですね。反対デモは自由を取り戻すための戦いと言われていて、最近では雨傘運動を提唱した教授が解雇されたりして中国の統制は強化されています。最近のこの香港の動きを見ていると事実上一国二制度は崩壊したと言えます。この状況を踏まえてアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアは4カ国で協定して国家安全法に反対だと表明しています。 EU と日本も国家安全法に反対というのを表明している。最近ではトランプアメリカ大統領が香港でのドル決済を凍結すると表明して、香港から人も金もどっちも去る可能性があるんですよね。中国にとって重要な財布となる予定だった香港がこのような状況になっている。そして中国のやり方に対して脱中国、反中国の動きも加速しており、今後香港はどうなっていくのか、今後の香港の展開にも注目しておきましょう。今日はここまで。